父、今蹴ったぞ。ただいま、お母さん。悟空さん、本物の悟空さんなのけ。当たり前じゃねえか。おめえも元気そうだな。まったく、一年以上もどこをほっつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや話すと長くなるんだけどさ。はあ、3年後に人造人間が来るからご飯ちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか。当たりめえだ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。父ち、だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん？この声、神様か。うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え？今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、わかった。今からそっち行くよ、神さん。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん。悪いけど、俺神様のとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかっさ。大丈夫かな。そら、行った行った。オラがそっち行くまでピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ、久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。大事な話か。なんだろうな。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。
そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、分かった。予感なら外れっかもしんねえしな。うん、だがもしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、あっちか。はーい、かくやじろべ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか。そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって。先祖だわ、先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリンにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくんぞ。こりゃ調整水か。でもカリン様からこれを奪い取る修行した。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わないとな。ジロベのやついつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。ああ見えてヤジロベのやつ刀は凄腕なんだよな。初めて会った時魔物カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。お、こりゃすげえ木の塊だ。ヤジロベのやついつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。なんかいるな。おめえ、やるなら相手になるぞ。
なるほど。ヤジロベエのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。よいしょっと。よし、これだ。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ、取ってきたんだわ。バッカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃあわ。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。すっかり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。よだい。あ、お父さん。わりわり。さて、修行始めっか。おし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。まだまだ行くぞ。ゴー！お父さん！どうした？
そんなもんか。すごい。ひるむな、ご飯。これもお前の知恵となっているんだ。なぜに一年も遅れて帰ってきたわけではないようだ。おいおめえたちこそ、なかなかやるな。さすがお父さん。一体、今の力は見えてきたのかな。それはどうか。またまた、こいつは楽しみ。倒しただけのことはあるな。おめえたちもフリーザより強くなってもらうかな。そんな、なれるのかな。まあよかろう。僕も頑張らなきゃ。ごはん、おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。お前がメソメソ泣いてたことか。そんな。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜ。ご飯は、はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだが。なーに、ベジータなら大丈夫だ。奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあればあんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。
そこか。おお、うまそうじゃないか。街ではまともな方か。おい、おい、好きにするがいい。この俺がカカロットの野郎を倒すまでは何でも利用してやる。そうじゃないか。
ここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている？大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと？そりゃお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。まあそういうことだよ。集めてきてほしいのはね、と必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。見てろよカカロット、貴様以上のトレーニングをして俺は必ずスーパーサイヤ人になってやる。サイヤ人になるだけじゃないとカカロット、俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。負けっぱなしな今のありさまは強くなる。何だってやってやる。これか。雑魚どもが。この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃそいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは、フリーザ軍の残党か。お前ベジータか。なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカか、俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。Get out of here!
これなら食ってやってもいいな。